なんか橋の上に学生かかってんなと思って下見たら高校生がはしゃいでたりとか、すごいなと思いますね。U ターンのきっかけは、15歳ぐらい、中学3年生ぐらいの時から、伊南町のために何かしたいなという思いがありまして、その頃はあんまり魅力的な街じゃないなっていうのを中学生ながらに感じてたんですけど、自分で何か伊南町のためにそういうところを変えれることができないかなとその時からちょっと思っていまして、30になる前ですかね、それをきっかけに帰ろうかなと思って U ターンをしました。今は伊南高校の支援担当ということで役場の中で働いてるんですけど、あとは高校の方で、伊南高校の方で魅力化コーディネーターという仕事をさせていただいております。大まかに言うと2つ仕事がありまして、生徒の募集活動、伊南町、中学生だったり小学生の数が少なくてですね、定員の数に全然生徒が足りないので、町内であったり県外に対しての生徒の募集活動を先生方と一緒にさせていただいております。でもう一つが、伊南町をフィールドとしたキャリア教育の企画と運営を先生と一緒にこれもさせていただいておりまして、生徒とか学校に対して地域の人とか地域の企業とつなぐことで生徒の選択肢とか多様性っていうものを育んでいければなというふうに思って仕事をしております。まあ言い方悪いですけど役場っぽくない仕事だなっていうのも感じて、それがきっかけの一つかなっていう感じです。でもやっぱり生徒の主体性だったりとか笑顔が引き出せた時とか、なんか生徒が変わる瞬間っていうのが見える時があって、なんかすごく急になんていうんですか、やる気出たなとか、急に喋る責任持って喋らなきゃっていう思いが出たなとか、そういう機会に携われた時が一番やっててよかったなというか、やりがいを感じる時かなと思います。距離感が近くて人付き合いがしっかりあるっていうところと、ちょっと言葉にするのがかなり難しいんですけど、空気感がやっぱり良くて、その人付き合いが濃いことっていうのがやっぱ都会では得られなかったというか、感じることのできなかった、帰ってきてよかったなと思うところかなと思います。なんか橋の上に学生かかってんなと思って下見たら高校生がはしゃいでたりとか、すごいなと思いますね。土日とか普通に休みの時にですね、のんびり妻と一緒にちょっとコーヒーを飲みながらゆっくりするような時間が一番落ち着いて幸せな時間かなと思います。コーヒーはもともと読書から入ってるんですけど、読書が好きなのでよく一人暮らししてる時なんかもカフェに行くことが結構喫茶店とかが多くて、コーヒーが好きになったんで、今は自分でも豆をひいて飲んだりとかっていうこともしています。今高校のコーディネーターしてることもあって、関心が湧くようになってるんですけど、人材育成みたいな観点でもっと業務以外のところで伊南町に貢献できるように何か始めたいなという思いを今持っています。